おい、そこの JK。こんな時間に何してんだ。家に帰れ。じゃあ、ただで止めて。あ。あ、おはよう。なんだお前。なんだって言われても、女子高生ですとしか。金がない、住む場所もない。じゃあ男を誘惑しよう。とかいうバカ極まりないお前の思考を叩き直してやる。どうしてこいつは真っ当に青春をして、真っ当に恋をして、そういう風に生きられなかったんだ。吉田くん、今日は誘ってくれてありがとう。吉田くん、恋人できたでしょ。もし私の運命の相手が吉田先輩だったらどうしますか。お前さ、彼女できたって噂だぜ。女子社員たちが言ってた。本当は女子高生ちゃんなのにね。おかえり。ただ、うわ、おっさんじゃん。ああ、うち浅見って言います。気軽に呼び捨てにしてOKだから。やろー。確かにこいつは容姿も俺の好みじゃないが、まあかなりいい方だし、家事もできるし愛想もいい。なのになんで家出して、はるばる東京まで来ちまったんだろうな。ひげを剃る、そして女子高生を拾う。2021年4月より東京 MX 他にて放送開始予定です。